さあ、アッサいや、あれ、思ったんだけど、来た、アッサー、アッサー、こんばんは、今日どんな夜になるんですかね。アッサーはさ、あの、だんだん、例えばなんかさ、忙しいことしてて、あ、やばい、デンジャースのやつだみたいな、あ、なんていうの、はいはい、いやいやではないけど、使命感すごいよな。最初の5分ぐらい俺ら携帯しか触ってないさ。そうですね。でもありがとう、アッサー、アッサーラビ、アッサーラビ。10秒前です。3、2、1。あ、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  FEC チューンド、FEC チューンド、 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 FEC チューンド。KY デンジャラスのデンジャラスナイト。はい、始まりました、デンジャラスナイト。KY デンジャラスのコウタと中地でお送りしてます。お願いします。お願いします。コウタは突然変異で耳が顔の真ん中にあの、たまにはこういう若手みたいなボケもたまにはね。いやだから本当に伝わりづらいわ、さっきのおっさんの耳で。本当にやめても、本当にどちらかといえばこっち女の人座ってたから。あ、やばいやばいやべやべ、くっさーとか言っちまった。ダメですよ、本当に。もう若手ぐらいやつはもう、はい、以上、あ、以上じゃん、ということで、始まりました。若手っぽさをちょっと出していこうと思ってる KY デンジャラスです。お願いします。はい、アッサーさん、コメント来てます。ありがとうございます。こんばんは、今日はどんなやる夜になるのですかね。いいね。はい、もうありがとうね、アッサー、いつも。はい、いつもだから見て、この FMK のデンジャラスナイト始まりましたっていう通知よりも先にコメントするっていう。アッサー、アッサーにね、アッサーいずれね、なんかしたいみたいね。なんかね、そろそろ会いたいよね、ここまでしてくれるんだったら、ほんとに。なんか FM ギノアのなんか上りとかプレゼントでもうなんかお金渡したいぐらい ね、聞いてくれてますからね。中津さん、ゴミと一緒に回収されませんでしたね。あ、KY チャンネルね。はいはいはい。あれ、おもろかったな。はいはいはい、はい。中地をゴミに捨ててね、あのゴミ収集車に回収されるのかというっていうね、社会的ゴミは回収してくれるのかっていうことで検証をねした結果、まあ、ゴミ収集車の人がスルーということで、はい、中地の横にゴミあったのに、そう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 、それもスルー、うん、正直言って、うん、俺普通に怖かったんだと思う。怖いだろうね。だって収集しに来てさ、ああ男が一人でさ、ゴミ体育座りで、ゴミ袋の横に体育座りでさ袋に入って座ってたらさ、怖くない？普通に絶対1時間ぐらい待ってよな、あれだ、収集車全然来なくて、めっちゃきつかった、1時間ぐらい待ってやっと来て、はい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 、よかったですね。まあ、KY チャンネル過去のやつもね、たくさん見てください。あの日はね、燃えないゴミだったから、燃えないゴミの日だったから、燃えるから俺知らんわ、燃えるゴミの日にもう一回やりたい。そんな関係あるわ。はい、中田猫さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。こんばんは。こういうね、若手みたいなこともちょっとどんどんしていかんと。いいですね、うん、いい吉本感。アッサーさん、自分も会いたいです。あー、ぜひぜひ会いましょう。はい、ちょっと出会い系サイトみたいな感じで、ね、だからりょうちゃん、こんばんは。こんばんは。はい、ありがとうね。きんぴらごぼうのタイガさん先輩ですね。はい、髪の毛うんこ色芸人。いや、誰がうんこ色芸人やねん。いや、おかしいやろ。言うとりますけど。いやいやいや、何吉本感を今日出してきてる。楽しいなこれ。はいはい。リホさんからコメント、あの回収業者の方が戸惑いの表情クソ。あれカットはしてるんですけど、はいはいはい、このゴミ収集車帰る最後までずっと後ろずっと見てた。俺目線でのこのね、ゴミ収集車の回収者のあの顔、あの終わったって顔してる。ホラーだもんね普通に。はい、中田猫さん、タイからですか、タイガさん。あ、そうそう、タイガさん。タイにいるのか、今。そうそう、あの、タイからわざわざ。違うんですよ、あの、エイカーズっていうね。はい、はい。僕が主役のドラマっすよ。ヒーロードラマね、4月から沖縄で始まる。はいはいはい。僕、主役っすよ。主役ね。うん。で、タイガさんも出てるんですよね。タイガさんたちは、まあ、主役じゃなくて、ちゃんとね、うん、なんていうの？雑魚キャラ。雑魚キャラが、ショッカーみたいな、はいはいはい、仮面ライダー出てるんですけど、うん、俺が、
宜野湾に行って、うん、なんでタイガさんタイにだから行ってるんすか。エイカーズでエイカーズで行ってるんすよ。エイカーズのなんかこうなんて仕事、エイカーズの仕事でまだこの辺もちょっとね、エイカーズの闇というか、おーちょっとなんでいいなぁ、いいなぁ、キンピラタイガさん、ツッコミ0点。いや、なんやねん。待て待て待て、おいおいおい、ちょ待て、おいセイジュさん、コウタさんと首里文化祭で写真撮ったことありますよ。ちなみに石峰中3年生です。後輩ですね。ああ、もうコウタの出身中。後輩も何も。あ、まあまあ。そうな、石峰中、いろいろ大変ですね。はいはい、あ、明日ちょっと石峰で俺ら司会あるんで。そうですね。なんか、石峰の方で。JM 祭。はいはい。そして、まあ、一応、多分お客さん、多分じじいとばばしきないんで。言うな、言うな、その。若い人がどんどん来てもらえるとありがたいですね。大変ですからね。ちょうど2年前に2年前に同じ仕事したんですよ、うん、JA っていうね、はいはい、一瞬にある JA、まあ、かねひでじゃないか、JA か、うん、の、司会した時に、はいはい、俺ら2年前は司会と漫才をお願いされて、はいはいはい、漫才を朝の8時半にやるっていう地獄で、お客さんはなんか、はいはい、もうあと1、2年で死ぬっていうおばさんですね、ババアたちが、はいはい、言うな、本当に5人、5人ぐらいか、はいはい、5人ぐらいいて、うん、本当に漫画のようにお茶持ってみんなな、うん、そうだねほんとにネタして、うん、一応まあ笑わんさ、笑わんよね、もうほぼ葬式みたいな感じですよほんとに。いやーきつかったね、きつかったね。そして明日もということで、うん、いやーで一回慣れてるから、まあ慣れてるからね、全然大丈夫です。で、まあ、明日結構ね長いからね、だから2年前のその営業の時は、はいはい、だから朝の8時から朝の8時から夜の夕方の6時ぐらいまで働いて、はいはい、500円でしたから。500円給料、給料500円、ほんとですよこれ。あ、まあ2年経ってるんで僕たちもね成長してるんで、はいはい、今年何円になるか、はい、来週の FM 機能をお楽しみください来週お楽しみに全部言うんでね、ギャラバグロするのほんとにね、ダメだよ。あの先月のデコボコトラベリングのギャラ800円ですよ言うまよこれ月給ですからね、委員長あんま言いたくない、月収先月でも一応デコボコトラベリング両との感想は、はいはい、あ、結構あるって言ってましたラーメン食ったら終わるよ、もう、まあ、正直本当にしゃあないですよ。しゃあない本当にこれが、うん、お笑いの現実ですよ。現実です、ピンキリなんでね、うん、売れてる人は売れてるけど売れてないやつは売れてない、うん、絶対もう真面目にね、うん、アルバイトとかした方がいい、ほんとに引き合わない。まあね、うん、絶対引き合わない、まあほんとにね残酷だな、800円って、うん、1ヶ月で800円ってどう考えてもね、ちょ、ムカつくのがテレビに出て、うんうん、日がたい近所っていうね、特番、正月の特番っすよ。はいはい、はい、で、りょうとは日がりょうとなんで、日が代表として、はいはいはい、出て、一日中撮影して、うん、給料200円。マジ、マジでそうなの、ムカつかん、うわー、グロ、グロいさ、200円、ほんとになんかね、ほんとなんすよ、江戸時代みたいな江戸時代、KY デンジャラス一家、はるかさん、 KY デンジャラス一家、いや俺ら、まあまあまあ、なんていうんですかね、まあ FM 技能は買い取れますねちょっとよくわからない、よくわからない、高いのか安いのかわからん、すいません、安いのも失礼だ、安いのも失礼し中田猫さんから、はい、少なすぎて、本当に少ないっすよね。少ないっすよ、本当に。はいはい、リホさんからも、闇ですこれ、闇、リホさんからコメント来てます、うん、お小遣いもらったって感じで、そう、本当にそうだね、うん、親から、俺らの他の給料何があったかな、親からそんなもんだいぶいろいろ低いよな、低い、今までもらったツタヤとかのあの営業は何があった、何、あー、あれはあれのツタヤ、わかります、皆さんわかりますよね、ツタヤあるじゃないですか、ツタヤのこのレジの隣で、うん、あの漫才をするっていう営業がね、そうなんすよ、うん、あったんですけど、しょうもない、ほんとにほんとにもうみんなでツタヤに漫才見に来るわけないじゃないですか、うん、ね、まあ外はいいんすよ、ツタヤの外ならいいんすよ全然ね、ツタヤのなんでレジの横で漫才するんだっていうその時のギャラっていうのかな、覚えてる、覚えてる、サブウェイ1人1個ぐらいあそうだそうだ、いや違う、じゃこれ例えじゃなくて、うん、給料はなくて、うん、サブウェイを1個もらえるっていうだったや、そうだったや、ノーギャラでね、サブウェイを、俺らはその時公認だったから、うん、一応めっちゃ嬉しかった、おーまずやるぞみたいな、うわ大人になるって怖いな、すごい、あの頃純粋だったのにな、あの頃に戻りたいわ、戻りたいね、今だったら多分切れるだろうね、もう、うん、あのバイトが俺、あバイトって高校生のみんなわかると思う、
バイト1回でも経験したらさ、はいはいはい、なんか全て時給に換算しない。そうだね。わかる？はいはいはい。なんか例えばこれ買いたい、うん、あ値段700円あ1時間分かあってあるあるじゃん。はい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 。おバイトが悪いと思うな。全部全部もう換算してしまいますからね、うん、だからJA の司会ね、うん、8時から、5時までで、はいはいはい、500円時給に換算したらねうわ怖い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 。100円切るやん。切る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 。80円全然切る。40円とかじゃない、僕たち KY デンジャラスは2年前、時給70円で仕事してました時給70円これほんとスラム街みたいな感じだよ。ほんとにもうはい、りょ、りょうさんサブウェイって。そうなんですよ、サブウェイ。サブウェイでもテンション上がる。あ、嬉しかった。でもあの頃全然おいしい、おいしい。しかもなんかもう面白かったしね。うん、なんかこれきんぷらごぼうさんと一緒にやって。ああ、そうだね、楽しかった。きんぷらごぼう森光さん中地方形。いや違う違う新生方形です。新生、違う違う、火星です。いやいやいや、お前も火星です。のって言うな。いや森光さん今タイにいるっていう。いいな、絶対この人デリヘル呼んでるから絶対デリヘル読んでる。読んでるな。タイのデリヘル。タイのデリヘル。後で感想を聞かせてください。中田猫さん、すごいきんぴらごぼうさん、はい、2人とも2人とも来てる。そうですね、僕たちの先輩芸人。はい。それではじゃあ1つ目のコーナー早速いってみましょうか。はい。KY デンジャラスのアンケート調査。はい、このコーナー僕たち KY デンジャラスがあるお題に対して Twitter のアンケート機能を使い調査していこうというコーナーです。はい。はい、今日のお題はこちら。高校卒業した皆さんに聞きます。童貞処女は卒業しましたかこれはぜひとも聞きたいです。僕たちの高校卒業したばっかの人にすぐそういう。申し訳ないです。ぜひとも。さあ、一応気になるね。はい、はい、俺中地の童貞卒業は高校生でしょ。高校生だね、一応。はいはい。俺も高校生、まあ、今高校生じゃない人もその当時のっていうことでね。当時どうだったのか。はいはいはい、聞きたいですね。はい。あ、誠司さんからコメント来てます。あ、しかも中地さんと小学校同じっすよ。野球してたの覚えてるあ、俺がまだ純粋なね道を歩んでた時の記憶をちゃんと持ってる。はいはい、あの時は純粋だったから俺。高校卒業した皆さんに聞きます。どうします。童貞処女卒業しましたか。割合どうなんだろうね。いや結構でも俺ら世代、俺らの時はこの時期にみんなブワーって卒業してったっていうイメージがある。だから高3のこの時期ってペンションだったりね、免許取ってドライブだったり、はいはいはい、はい、いろいろやってるんですけど、もうね夜とかも遊び放題でしょ。うん、だからもうなんかそのまま卒業しちゃうっていうのが結構あったよね、同級生。どうなんだろうな。いや結構今の段階どうだろう。今の段階でどうだろう。今からこの1ヶ月でみんなこの1ヶ月でももうね卒業ラッシュが始まるっていうことで、高校生のセックス事情ね。みんなどこでやってるかな。あー、まあ、お家か一応。お家ラブホって、ラブホ。あ、そっか、ラブホか。ラブホ、あとカーセックスとかよくやるよね。あー、カーセックスだね。はいはいはい。あの俺カーセックス巡りしてたよねそう、俺高校生だから、あの逆にまあ正直俺カーセックスしてたんすけど他の人がカーセックスするのはちょっと嫌で、あの、うん、友達と一緒に、うん、カーセックス撲滅の旅やってて、はいはいはい、高3の頃やってたね、ほんとに。中城のゴルフ場とか、うん、まあ入島とか、はいはいはい、行ってカーセックス、明らかにもう分かるんですよ、曇ってたらカーセックスじゃないですか。はいはいはい、行ってほんとに5センチぐらいの距離に止めて前正面止めてハイライトチャカ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 ずっとやってほんとに終わってる。一番ひどい時は、うん、クラクションをペー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 ってずっとずっと鳴らして、一回ヤクザがガチで降りてきて、うわーそう時速500キロぐらいで逃げて怖かったな。あの一回俺と待ったよね、あの石峰の墓場かな、あっち。たまたま何だったっけな、ネタ合わせしてたのかな、うんうん、ネタ合わせしてて、で俺が車運転してて、うん、で墓場って誰もいないじゃないですか、はいはいはい、だからそこの静かな状況でネタ合わせしてて帰るかって、この帰り道の時にもう明らかにカーセックスしてる車が。そうそう、もう分かる、バレ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 。お前、お前らって、もう俺もだけど、うん、で俺バレバレ
で、この1回もうすぐ通り過ぎたんですよ、うん、もう別にカーセックス探しとかしてなかったんで、まあ、してないからネタ、そしたらこの中がちょっと軽く見えてね、うん、なんかちょっと裸っぽい感じの人がいて、で、これはちょっともうちょっかい出さないといけないやんみたいな感じになって、そっからこいつらの周りをあの6周ぐらいして2人でちょっと小走りで車の周り6周してやった。あ、降りてきては来なかった？降りてきたけど覚えてない。降りてきて車に逃げたか。うん、いやー、ダメダメダメ。カーセックスっていうのは正直、まあ、うん、カーセックスが、一応みんなにおすすめスポットで行ったら、はいはいはい、やっぱ港だね。やっぱ港多い。港よく聞く。港やっぱ人いないし、車来ても分かるし、うん、広いしね、うん、全然全然分からない。あと逆に堂々とするのもいいんじゃないかな。堂々とゴーパチに路中とかゴーパチに路中してカーセックスとか。あ、高速道路に路中してやばいだ。誰も止まらないから。あ、そっかそっか、うん、案外ちょっとそれは俺やってみたいかも。逆にちょっと興奮するかも。皆さんどうですかね、政治上は。 GI さんからコメント来てます。ラブホー初心者マーク高い。率高い、うん、初心者マーク率高い。やっぱそうなんだよね。あ、いいなあ。みんなこの時期がね、もう本当に一番楽しい時期だと思いますよ。本当に何もしなくてもただただ遊べばいいっていう時期ね。卒業式が終えてからのこの1ヶ月間、卒業式とかね、もう、うん、人生で集中しようね。人生で唯一チヤホヤされる時期ですから。ああ、そうだね。何もしなくてもなんか偉業を達成したわけでもなく、ただただ高校を卒業したっていうだけでめちゃくちゃこのチヤホヤされるっていう、ちょっとやばいやつみたいになってる。やばいやつ、やばいやつみたいになってる。この辺でやめときましょうか。じゃあツイッターの方に、コータのアカウントから、投稿しますので、まあ今高校3年生でね卒業した人は、まあそのままアンケートに答えてもらって、でそれ以外の人はこの高校3年生の当時の時の様子をちょっとアンケートでね答えていただければと思います。多分卒業した人 30% だと思います。あ、確率そうだ。予想しよう。 30% 皆さん予想あります？ 30% だと思いますね。あ、中手の子さん、同級生の親のカーセックスゲームに遭遇した。うわー、一番怖い。気まず、一番怖い。うわー、鳥肌もんだこれ。うわ、同級生の親のカーセックスでも一応中地のお母さんは自分の子供のセックス現場を目撃してますからで、いい生電話であの頃見たって聞いたら、見てないよ、お尻しか見てないってしこいつそうだね、ファックしてる途中に入れてるから。ファックとか言うな生々しいだろ。完璧に見られる。はい、高校卒業した皆さんに聞きます。童貞処女は卒業しましたか？ジェンジャーしないと、したしてないでやりました。一応今速攻3票入って、お、じゃあしてないが67ですね。あー、2票、はい、じゃあ俺の 30% に結構近いという感じですね。ということで、この結果ですね、はい、最後に番組の最後に発表したいと思います。それではこの辺で曲をお聴きください。ランさんのリクエストです。川島愛で旅立ちの日に。で、音楽のねテラス心理という、もう歌がめっちゃ上手な人を呼んでるんですけど、はいはいはい、心理が、まあ、恋愛がね本当に多分日本で一番辛い恋愛経験をした人っすね。そうだね。ハードル上げなくても、うん、本当にね、テラスハウスよりもっとえげつない、ギスギスした恋愛、ギスギスした、ね、それも語ってもらいながらね、はいはいはい、いろいろ歌ってた。まあ今ね、心理東京の方でねバンド活動していて、でここ1週間ぐらいちょっと沖縄に帰ってきて、そうですね、はいはい、東京の方でバリバリ頑張って、本当にえぐい恋愛をね結局まあ被害者の方かな一応は被害者の方かな、うん、僕たち申し訳ない申し訳ない、俺は一応笑ったやつだえげつなさなんでよお前死んでごめん本当に申し訳ない。よし、ここに呼んどこかな、呼んだ。ああそうだね。あ、いや、曲いいわ。あ、卒業の歌か。皆さん、卒業どうでしたか？卒業式。中地ね、お前も卒業できなかったからね、去年は。そうです、中地、去年卒業できなかったんですよ。卒園の中地。綺麗。どうだった？卒業式。
業式。いやだから俺は一人での卒業式だったから。いや違うさ違うさ、今年の。ああ、今年の。俺も見に行ったの。シュリーガシ、あの後輩のね、行きましたけど。そうなんですよ、新聞も載ってたんですけどね、はいはい、もうシュリーガシの後輩たちがまたやらかしてるんですよ。ああ、もう一番キモいわ。もう集団飲酒でね、19人、が定額、はいはい、まあ大学取り消しとかもしてて、しょうもない。バレないように頑張ったのか。まあ公共電波で言うとあれ、わかんないっすけどって言ってますけどね。お前高校2年生の時、女子更衣室侵入で警察だったなってるから。だったよ。なんだこれ。ポップに。結構これやばいから。ちょっとポップに。なんかディズニーみたいに。すぐ落ちて。いやね、ここでお前がや。まあ確かにね、こんだから女子更衣室に侵入して警察に現行犯逮捕されました、僕は。それをお前が言って、だからなって言ったらもう犯人容疑者や。ここはポップに被告人ですからね。そうだった。確かにそうだね。うん、なんかそれなんかポップになろう。ポップ。あ、じゃあ俺中地のやつやろうか。俺も。中地、中地ダンス部の部屋に侵入してバッグのから制服取って匂い嗅いでたよね。テーピロ。いやいや、変態感増して。変態感。ちょっとミスった。ミスった。これ変態感増すよね。ミスった。ちょっとミスったわ。いやでもよかったね、卒業式。うん。後輩たち。全然切り替えられてないよね。よかったわ。卒園も何名かいるのか、東は。あ、そうさまいとります。はい、ということでデンジャラスナイト生放送でお送りしています。ではここでゲストの登場です。ヘイゴー。心理です、どうぞ。ギャラス心理、レッツゴー。すごい恋愛経験の持ち主です。あー来ました。ギターを持ってきました。あのね、もう心理がもう皆さんぜひこのままね、心理の恋愛の話まで聞いてほしいですね。はいはいはい、本当にいろんな経験してる。全然ちょっとね、全然並大抵の失恋じゃないですか。正直日本で一番辛い恋愛したよね、一応は。あ、リアルに。うん、どうなのかな。いや俺結構きつかったね。だよな。はいはい。じゃあでも待って、そういう感じで俺今日来たわけじゃないから。でも音楽として。それじゃあゲストの寺志里です。よろしくお願いします。志里です。僕たちのね、同級生で。そうですね、はい、首里菓子、同じ首里菓子出身で、はいはい、自己紹介。はい、自己紹介。はい、はい、テラスっていうバンドでギターボーカルをやってます、志里です。よろしくお願いします。まあ今はバンド全員で東京に行ってるんですけど。そうなんですよね。すごいわ。はいはいはい。いやでも東京は厳しいですよ。あー、もうそれだから自信家の心理さ、だから心理と行動って同じ人間なんですよ。いやいや同じ人間だよ。もう自信に満ち溢れすぎて、まあね、気持ち悪いっていうやつ。おいおいおい、歩き方に出るさ、お前。じゃあ俺らは本当に歩き方がマジでもう常にレッドカーペット歩いてるみたいな。俺らは頭。いや俺はまだマシだけど、心理の一番このなんだろう、尖ってるっていうか自信があったから。ちょ真似していい。ちょっと歩き方。じゃあやってないやってないやってない。やってないやってないやってない。ちょっと分かりづらいですけど、あ、な、分かりづらいな。東の人は大爆笑してますよ。あの最後のやつは、あの心理たまに急にダンス踊るんですよ。はい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 。急にあの謎のステップ、謎のステップ、謎のステップ。まあそのものもね。はいはいはい。そうですね。もうだから自信に満ち溢れてるこの心理が、そうなんですよ。ちょもう本当に東京行ってこのもう荒波に揉まれてね、もうちょっと弱音吐いてるんですよ。どうなの、東京やっぱやばい、きついの。きついね。いやでも何がきつい？やっぱ刺激はいっぱいあるね。ああ、やらしいよね、本当にね。やらしい、そういうことじゃないけど。すみません。もうレベル高いよね。レベル高い。レベルがね、高いないっちゃう。バンド全体のレベルも高いし。沖縄って狭いって感じだよね。ボーカリストの人たちも全員みんな高いし、ね、曲の完成度も高いし、俺これやってけんのかなみたいな。そんな人が売れてないんだよね。もうそう、売れてないんだよね。あ、もしよろしければあのコンティニューコインの方お願いします。あ、そうですね、お願いします。そうあの俺たちも、はいはい、笑顔甲子園っていうね内地の大会があったんですよ。はいはいはい、はい、そこに出た時に、はい、あの
周り関西人がめっちゃいっぱいいて、うん、面白すぎて、面白い、めっちゃ例えツッコミとか、やばい、それなんとかかんとかやろとか、うん、めっちゃ面白くて、あ、もう日常会話すべてが漫才になってる、そう、面白くて、そうそうそう、もうこれ勝てんやつだと思って、俺たちは俺でもどうしても勝ちたかったのよ、どうしても、プライベートのお笑いでね、はいはいはい、で、もちろん逆戦で勝てんかったから、はいはいはい、とりあえず二人で全裸になってうわーって叫んで、うん、そしたらみんな爆笑、ね、はいはいはい、して、うん、一応翌日あの優勝するっていう大会で、いや大会では全裸になってないですよ、はいはい、大会では全裸になってないですけど、大会では全裸になってないですけどね、うん、ちょめっちゃ頑張った、いや本当に頑張った、ただただ逆戦で勝てんか、例えばリハーサルでエロ本を3冊持って、うんうん、登場するとか、そうそうそう、なんかそうそうそう、まあ、お前ら学校で生活日常も面白くなかったもんな、やめろよ言うな言うな、お前面白かったよお前言うなよ、いや、ちょっと殺すと言うなよそれそうそうそう、いやでもちょっと、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあちょっとコンティニュー、中田猫さん、新庄隆明さん、ありがとうございます、りょうさん、ちゃん、ありがとうございます、中田猫さん、ありがとうございます、猫僕とレベリングラウト死ねなんでりょうといいの、新庄隆明さん、はい、中田猫さん、山川優香さん、りょうと死ねなんでよ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ということで、まあ真理の馴れ初めはまあこんな感じで、なまあ、うん、本当に本題、本題、真理の恋愛事情、まあ、なんていうの皆さん、ちょっとね今日はそれを話しに来たの、俺はそうそうそう、俺的にそれを結構話してほしくて、ね、はいはい、まあみんなもね、結構気になってると思うんですけど、はいはい、まあ、ある人とね付き合ってたんですよね、ある人、ある人とね、ある人ってルナ、名前やめろやめろ、ピー入れろ、ピー、ピー、ピールナ、ピールナ、ピールナ、はい、ルナピー、あるね、あるね、女の子とね、はいはいはい、付き合ってたんすよ、付き合ったいつから付き合ってたんだっけ、中学1年生から、そうそう、中1からっすよ、中1から、で、付き合ってたのはいつまで、3年、高校3年生のクリスマス前、すごくないっすか、6年、いや、まあ約6年、約6年、中1から、中1の何月、6月、中1の6月から高校3年生のクリスマス前まで、まあそうですね、付き合ってて、まあ、約6年ぐらい、携帯に溜まってたカメラのとかロールの数とかどんぐらい、写真の数とか、俺カメラロール、うん、あの携帯のアプリケーション見るとか、あ、はいはい、あの使用ギガ数みたいな、あ、はいはい、あれが、写真だけで、8ギガぐらい使ってた、うわーやばい、もうそれを、だからお前前何万枚かで全部消したんだけど、うん、そしたらなんと写真の容量が2ギガまで減った、あ、まあ、いろんな意味で重い女だからね、重くはなかった、お後がよろしいよ、ほんとにだからこいつね、お前プリクラとかもずっと持ってたさ、うん、持ってたね、でも死に分厚くてから、そうそう、いやほんとにだって6年間っすよ6年しかも大人の6年間と違うさ、25歳から31歳と、ああ13歳から18歳って違うから、全然違いますから、ね、だから中学校高校ってさ遊びたがりさ、はいはいはい、中学校ってだって週間で別れたりとか、ね、コロコロ変わる、ね、そういう時期さ、うん、中学校って、うん、はい、そういうのも乗り越えてガチモンの目移りせず、ね、うん、で中学校も一緒に高校も一緒なんだよね、高校も一緒ですね、中学校松代中学校で、うん、そう浮気もせずに、浮気一回もしてない、しっかりしてない、ルーナの方は分からない、名前出せない、名前出せない、でも、ほんとにすごいですよね、はい、すごいね、ほんとに6年間で、じゃあちょっと別れたいきさつをちょっとお願いします、いきさつ俺が話したのこれダメじゃない、いやじゃあ俺らがちゃんと、まあ、簡単に言えばお笑い風にまとめてよ、ポップに、ポップには無理だよ、これポップに、ますか、ポップにまとめちゃっていいから、まあ、とりあえず最初、はい、真理が東京行くって言ったんですよ、そうなんですよね、音楽のために本気でやりたい、そう音楽の本気でやりたいから沖縄を離れて東京に行く、はいはい、そしたらその相手は、うん、6年間付き合ってたけど、はい、まあ悩んでね、うん、でもきついじゃないですか遠距離恋愛ってね、うん、で遠距離が嫌だから、うん、まあ、応援したいのもあるけど遠距離嫌だからやっぱ自分はもう沖縄にもいたいしね、はい、遠距離嫌だからごめんやっぱ別れようって言って、はいはい、まあ本当にねもうパッて言ってるけど壮絶だったよねあのシーズン、あのシーズン壮絶だったよく、ね、2人で何回もだって6年間付き合ってた人と遠距離嫌だから別れるってこと話し合いって相当じゃないですか、壮絶ですよ、もう2人とも泣いたりもしたでしょ、2人でしてたね、ね、泣いてでまあ遠距離恋愛が嫌ってことでね、はいはい、もう心理も音楽を選んでね、あ、まあ、選ぶってかな、音楽で東京行くから、はいはい、沖縄残れないさね、はい、行くって言って遠距離が嫌で、別れました、別れました、その1週間後、はい、上海に留学するイケメンと付き合いました
や、でもね、今だから笑っていい、今だからいい、今となってはもう笑いましたから。あの、あの時いい、あの時に笑ってたら俺お前のことマジで殺す。あのね、もうあの時ね、もう本当に、いやもう、いや東京より遠いやん、みたいな。上海、海外やん、海外だよ。いやほんとに痛快だったわ、あの時は。ほんとにさ、凄まじい。正直さ、じゃあ別れた時どんな気持ちだ、普通に。うん、じゃあいやもう普通にお前と相手が別れた時はどんな感じだった、どんな感じだったかな、気持ち的に。1年以上前だからね、別れて。やっぱちょっと辛い、だいぶ辛い。まあお互いもうメソメソしながら、そうですよね、でもね、泣いて、でも別れよう、うん、泣いて。これどんぐらいあれあった、ゴタゴタって、ここなんていうの、別れる別れないみたいなの、俺が東京行くって言った時から、はいはい、まあ、結構別れ話がその半年間ぐらいであって、あ、半年もね、そっか、遠距離が嫌だっていう話し合いとか半年ぐらいあって、まあね、そういう話があって、うん、はいはい、まあ、なおかつ学校で内地に行くわけじゃないんだ。なるほどね、そうだよね、そっか、挑戦だからね、うん、安定もね、フリーターっていうのは、フリーターっていうのは女子からしたらちょっとね、まあ、お前もそういう道をあれだったじゃん、一緒に話し合って、ね、ずっと話してたな、目指すなら一緒にフリーターでやろうぜ、そうだね、相方の子とは学校行って1ヶ月やめたけどね、うん、今となればやめたけどね、はいはいはい、まあ、まあそんな話し合いをして、はいはいはい、まあ別れました。つら、うん、はいはい、かった、辛かった、だいぶ辛いよね、だってそりゃそうでしょ、げっそり痩せてたもん、そう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 。あの時の心理ね、ちょっとぽっちゃりでもあったさ、あの時期、ああそうだね、で、本当にどんどん痩せていって、そうそうそう、なんかもうこいつやばくない、やばい、そう、目とかがやばくて、しかも心理本当に溺愛してたんですよ、6年間本当に溺愛してた。ちょっと待って、恥ずかしいかよ、ごめんね、ごめんね、本当に大好きだったから。俺がね、あのノリで国際通りで心理ナンパしようぜみたいなこと、うん、あ、ごめん、俺そういうの無理だから、そう、本当本当に、うん、ごめん、本当に無理、うん、みたいな感じで言ってて、ね、すごい、もういい、いい男なんすよ、いい男なんすよ、見た目では誤解されるんですけどね。まあそう、見た目チャラそうじゃないですか、チャラい、こんなね、そうな、そうめんみたいな髪型して、おいおいおい、そうそうそう、ごめん、パーマ当ててね、はい、チャラそうなんですけど、まあ音楽もしてて、めっちゃ一途で、ね、めっちゃ一途でね、だって、高一の時に、コウタに、え、お前元カノ何人いたって言って、え、俺元カノいないけどさ、え、どういうこと、彼女いたことないんですよ、いや、今まで一人としか付き合ってない、そう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 、かっこいい、衝撃受けた、お前俺でも何人はいるぜみたいな、うんうん、でその時何人だったっけ、9ぐらいだ、おかしいだ、いいわ、俺の俺の話はいいや、お前の俺の話はいいや、グロい、なるほどね、はいはいはい、でそっからどうなったこの上海のね、えそう、しかももっとエグいのがこの上海の男、うん、もう、まあ、俺らまあお友達なんですけど、はいはいはい、心理とね仲良かったんだよ、めっちゃ仲いいからね、めっちゃかな、めっちゃ普通で、俺たちも仲良くて、でだって一緒にさホワイトデーのさ俺とコウタと、そうだそうだ、高2ぐらいの時に一緒にホワイトデーに俺と心理とそいつと、まあ、一緒にそのルナにあげるチョコレート作ったよ、そうだ、おお、怖っ、だから俺怖いんだけど、俺はしかも心理どちらかといえば、そうだね、しかも心理高1ぐらいからずっと言ってたんじゃん、一応イケメンさ、上海のやつ、はいはいはい、あいついい、ね、イケメンだから、あいつになんかね、あいつみたいなやつになんかね、なんていうの、奪われたくないわーみたいな感じ、ポップに話してたさいやでも割と本当にイケメンだからね、まあイケメンなんすよ、イケメンでね、いいバスケも上手くて頭も良くて、同じ学校ですからね、同じ学校、このだからその三角関係同じなんで、うん、え、これどう、じゃあそれは何をきっかけで知ったの、あいつが1週間後に付き合ったっていう、言われたよ、これは女の方から元カノの方から、元カノの方からどんな付き合いましたみたいな、LINE で、 LINE で付き合いました、うん、B と付き合いました、うん、まあ、で、うわ、まあ、俺は、おう、おめでとう、おめでとう、いや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 、これ事件だよ、事件、おめでとうってよく言えるよ、これ強がるわけですよ、まあね、それはね、強がるしかないですよ、警察だっただよ、こんなの警察だよ、許せ、許したらダメだよ、もうそうだ、首位菓子高校がもう大事件だった、大事件だったね、その時やばい、みたいな、しかも、その二人、うん、学校でずっと一緒にいるっていう、ね、そう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 、そうなんだ、え、いたやん、ずっと、お、そうなの、あ、一応、お前は、お前のとこは一応避けてはいたのかな、あ、そうなんだ、僕って、俺と心理のクラスが、はいはい、真ん中にあったんすよ、はいはい、あったね、6クラスの、あったね、で、2人が、この俺らを、の横横ぐらいにあって、一応は俺らがちょうど真ん中あったんだよな、あの2人のクラスの、そう、2階ので、2人の合流地点ぐらいだったからめっちゃ気まずかったな、で、最初は一応、あっちも気使ってな、あ最初はさすがに2
人とも気使って、はいはい、首里が高校では、うん、まあ心理がいるっていうのある最中、はいはいはい、あと周りの目も気にして会わんかったんだけど、はい、なぜか 2,3 週間くらいじゃん、ちょっとだよね、1ヶ月くらいか、うん、1ヶ月経ったくらいでなぜか吹っ切れて、うん、2人でずっと学校で一緒にいるっていう、そう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 めっちゃ気まずいんだ、そう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 、いやー正直いやでも別に俺はめっちゃ腹立ったんだけど、俺も正直ちょっとやばいと思った、ちょっとなんかなって思った、正直どう思った一応は、いや俺はあんまり気にしてはなかったかな、本当にかっこいいなお前はもうあえてはいいないみたいな、あ俺その時にちょうど、うん、もうやっぱ東京行くにあたっていろいろ曲も作んないといけないし、うん、でレコーディングが入ってたの、はいはいはい、そのために向かって曲を作ろうと思って、うん、もう本当に集中してたから、うん、逆にもうまあもちろん気にしちょっとは気にしてたけど、はいはい、お前とかにも相談してた、うん、してたしだけど、まあ、できるだけ音楽に集中するように、いや、この話していいかな、めっちゃお前がいいやつもういいから話して、心理がめっちゃいいやつすぎて話していい、はいはい、感動なんだけど、一緒ね飯食った時に、はいはいはい、こいつが本当にもう泣きそうになって、俺はやっぱ辛いって言って、もうこの別れた後、別れた後、別れたばっかの頃、はいはい、正直やっぱ辛い、どんなに辛いがあっても辛いって言って、うん、俺はまあこのこいつ元カノ、うん、A 子ちゃん、はい、俺は A 子ちゃん、 A 子ちゃん、俺は A 子ちゃんと、はいはい、俺は A 子ちゃんに腹が立つって言って、うん、その理由がなんで俺は、あ、なんで A 子ちゃんは女なんだって言って、うんうんうん、女だったら、うん、この付き合ってる関係って、うん、いつか別れたらもう終わりやん、うん、恋愛って、はいはいはい、けど友達は、うん、もし喧嘩とかしても、うん、また仲良くなったら、はいはい、死ぬまで一緒にいれるやん友達って、はいはいはい、男女関係だから別れたら終わりさ、うんうん、だからなんでこの A 子ちゃんはなんでこのき、まあ、聞け、なんでこの A 子ちゃんは女なんだって言って、うん、男だったらよかったのに、そしたら友達でずっと入れたのにって言って、うわー待って恥ずかしい、やめてもらっていい、その話、歌詞やんそれもう、うん、そういう話したね、歌詞やんそれ、まあ一応歌手ですから、いやだからこの女をこの女に文句言うんじゃなくて、この男に生まれとけばよかったのに、そしたら友達で、はい、もし喧嘩してもまたゆりも一緒に、でも待って、1年以上前の話こんなに盛り上がるいやマジでイケメンでさ、うん、いいこと言うのやめて、本当にいやいやいや、中地も結構かっこいいからね、一応、あ、まあそうだけどね、うん、いやそんなの、だって KY デンジャーズイケメン担当でしょ、そうですね、なんでよやなんでよっておかしいけど、どっちでもいいけど別に、いやいいなー、いいなっていうか、だからお前が優しすぎるんだって、そうだよ、そういやそうでもないよ、優しすぎる、優しくないんじゃん、男女関係なくボコボコにした方がいいいやちょっと腹立つのも正直あった、一応はだって部外者である俺でさえちょっとうわっと思ったもん、うん、いやもうだからさっきも言ったけどもう考えないようにしたのずっと、あこれさ、もしさこの今のねあの元カノとお前の友達が付き合ってるさ、うん、結婚式挙げて、うん、そうだよ、招待されて、うん、お前もし行く、まずえ全然行くんじゃない、これはもう心の底からおめでとうって言えるの、死にあのでっかいケーキの塔を倒せ倒せ、いやまず呼ばれるか分からんけどね、えもう指輪ケーキ入刀前に倒せ倒せ倒せバーン、指輪をスーサーポンデリングに変えとけバレるわバレる、まあ、それはそうだけどね、まあまあはい、まあ、いい結婚式にもう応援するしてるってこと、今はもう全然頑張ってください、あんなに遠距離恋愛、遠距離恋愛嫌って言いながら今遠距離1年続いてるからねすごいよねでまあ本当に心理はね、はいはい、病んでた頃が あったんですよ ね、 ありましたね、その頃に書いた曲があるんですよね、はい、皆さんこのね背景を思い浮かべて聴いてください、はい、心理ちゃん CM 開けて歌う、いやもう連続このまま、うん、CM 開く、うん、あ今歌っちゃっても大丈夫、じゃあちょっと、はい、そのちょっとねトークも思いも、はい、その この1曲に対する思いをちょっと軽く待って、それちょっとやりづらくないじゃあまあ普通に一曲、富士という曲を聴いてください。いつの間にか当たり前になっていたんだ、君が僕の隣にいること、でも
それは簡単なようで一番難しいことだった。愛してるの5文字だけじゃ君に伝えたいこと全て伝えきれないから。でもね僕らこれからはさお互い別々の道を行くって決めたんでしょ。今生きることそれは僕にとって一番難しいことに一夜にして変わった。君という光を見失ってしまった今僕はどうやって歩んでゆけばいいのか。消えた消えた君の姿はもうどこにも見当たらないよ。どうか出てきてくれないか。ありがとうの5文字だけじゃ君に伝えたいこと全て伝えきれないから。でもね僕らこれからはさお互い別々の道を行くって決めたんでしょ。今生きることそれは僕にとって一番難しいことに一夜にして変わった。君という光を見失ってしまった今僕はどうやって歩んでゆけばいいのかな。星の数ほどの思い出を今僕は夜空に向け解き放ったら綺麗な流れ星が降り注ぐの。それは僕にとって一番難しいことに一夜にして変わった。君という光を見失ってしまった今僕はどうやって歩んでゆけばいいのかな。おほー、ありがとうございます。うーやーよや違う違うね、ほんとにコメントで笑わないでとかニヤニヤしてる違うからね微笑んでるだけだからね、これほんといい歌だからって。ほんとにもう微笑む歌ほうーん、あのちょっとね、あの次あれ歌ってほしい、あのソツパのえ、あの曲？あのね、あの真夏の太陽、あの、いや、ソツパの方、ソツパの、あの二人の前で歌って。おいおいおい、それ言うなよお前そっち、でもね、ちょっとリアルにジーンってくるな、うん、あそうだね、やっぱ、うん、待って、2曲続けて失恋ソング歌うとか俺初めてなんだけど、ま、今度何歌う？え、だからその曲じゃない。一応、結構あれ男らしくない、うん、あ、あれ、いや、じゃあじゃあ、あれはそういうのじゃないか、みんなが聞きたいって言ったから、じゃあツイッターにあの曲をあげたんだけど、じゃあみんながフルコーラスを聞いてみたいって言ったから、じゃあ今日のこのさ、そうなんです、今からじゃあ、あの歌う曲は、うん、この歌を
心理がね、卒パで歌ったところ、その元カノと今彼が一番前で聞いてて、めっちゃ気まずそうだったっていう。いや、いい歌だったんだけどさ、もう俺らも気まずくて気まずくて。これどういう、そうだね。いや、もう俺別に見えてなかったから。お前がただただ笑ってたから。微笑んでただけです。すね、本当に。じゃあ、それでは。次。いきますか、うん、ここす、ね、ラストぐらいなのかな。ラストの曲になりますけども、ラストの曲、はい、夢の続きで会いましょうという曲を聴いてください、はい、僕と君は太陽と月、僕と君は夏と冬、重なり合うこと、つながること、そんなことさえもないのさ、めぐり合えた、それはきっと運命なのに、君はまた僕から離れてくんだ、君からのさよなら、君の夢を今も見てる、離れれば離れるほど君を追い求めんだ、君さえいればそれでよかった、でも君の姿はもうどこにもないよ、ずっと君の夢を今も見てる、離れれば離れるほど君を追い求めんだ、君さえいればそれでよかった、でも君の姿はもうどこにもないよ、ずっとを今も見てる、でも君の姿はもうどこにもないよ、ずっと。ずっと。ずっと。ありがとうございます。おー、かっこいいなー。いやーね、背景を思い浮かべたら泣けるね。もうしんみりしちゃうよ、もう。本当にね、まあしんみり。俺らのラジオしんみりとかもうないからさ。ないんだ。いや、いいわ。いや、でも、あるわ。俺結構向こうで聞いてるけど、でもだいぶいいよね、このラジオね。あ、そうですか。ぶっちゃけトークが多すぎて、俺だいたいね、電車で帰り、東京に聞いてたんだ。電車で、あのイヤホンで聞いてるんだけど、俺多分周りから見たら、なんであいつ一人であんな笑ってんの、気持ち悪いと思いながら、多分。まずいな。いやいやいや、ありがたいですけども、ね。あ、そうだね。コメントでも来てますけども、 CD 欲しいっていうコメントが何件も来てるけど。いいっすね。 CD とかね、あったりしないの？そう、沖縄にいた時は会場限定で売ってたりした。まあ、今のところまだ CD デビューは未定ということで。あ、そうなんだ。まあ、ツイッターでフォローして今日ここで聞けた人は本当に ね、ね、ラッキーですね。まあでも音源バージョンのほんのサビだけとかは、僕のツイッターをフォローしてくれたら、あ、テラス心理で検索したら出てくるんで、よろしくお願いします。そこら辺もしっかりしてますね、さすがに。じゃあ、上海にいる、元カノの今彼に韓国語で一言お願いします。韓国語わかんない。あ、中国中国中国、はい、ダメ、はい、終わりー。ダメです。
じゃあもうね、そういうね、いろんな恋愛も、はい、まあ、結局はね、音楽としては武器になりますよね。そうですね、やっぱ失恋ソングって一番ウケるんだよね。そうだね、だってお前、だって付き合ってた頃は俺失恋ソング書けんって言ってたさ、別れたことないからって言ってたから。だって俺正直やっぱ心理が6年間付き合ってる時、一人目と6年間付き合ってる時の心霊ソング、失恋ソングクソだったもんお前聞いたな、そういえばな。だって俺今はだってその曲どんなに聞いても、いやお前一人目と6年間付き合ってるやんみたいな今そのね、6年間付き合ってたやつを別れた後に聴く失恋ソング、やっぱ違うわ。やっぱリアリティがすごいっすね。あるんでね、声もそうですけど、いやちょっとそうですね、もう今後もですね、皆さんテラス心理でツイッター検索したら出てきますよね。あ、そう、最近ちょっと変わったんだよね。変わってた。アルファベットじゃない、ローマ字で普通に、まあ、心理スペースイサって言ってくれたら、そうですね、出てくるんで、検索してくれたらありがたいですね。あ、じゃあデンジャラスナイトで検索したら出てくるかもね、心理出てくるのかな。さっきデンジャラスナイトって打ってたよね。あ、打った打った、出てくると思うので皆さん、はい、ぜひフォローしてね、応援してください。はい、以上心理でした。 ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではここで一旦 CM に入ります。こいつマジふざけてる。違う違う違う、本当に本当にひどいよコメント。いやいや、しかも身内、青いとかも身内、中田猫さん、中地さんとか、はるかさんとか笑いこらえてるので違いますよ。お前が主役じゃないわ。だからおかただただ感動してただけなのに。お前は、顔が面白いから。人の失恋ソング聞いて笑うってひどくない？いやでも笑ってないよちゃんと感動してたよ俺は笑ってねえ、じゃあ真顔だったんだ。本当に。じゃあ真顔やってみ、真顔。ほら笑ってるっぽいわそう、じゃあこいつの真顔は笑ってるっぽいわ顔がそうなのな笑ってるのもう親の遺伝子が悪い、親の遺伝子。ちょっと泣きそうなぐらいだったからひどいな。いやいやいや、あ、じゃあちょっと今ジャパントラベリングの両党とね、生徒会長慎太郎が見に来てますね。はい、どうもお前ら来るタイミングが悪いんだよ。はい、いやでも中地が笑うわけよ。だって中地お前殺すぞそうですね、でここトラベリング両党、はい、水曜日担当でね、こちらで11時間ラジオしてる、あのね、両党はね、いつもこんな笑ってるんですけど、はい、一応昨日 俺に LINE が来て、笑うの疲れたって言ってた。言ってるわ、そのように。なんだ言ってるわ、そのように。まあ本当に言ってましたね、みんなと一緒に笑うのが辛いって言ってるわ、本当に言ってるわそして生徒会長慎太郎、 KY チャンネルメンバーですね。はいはいはい、慎太郎ね、特に言うことはない。なんでよ。なんか言ってよ。特にないね。慎太郎本当にお金持ちなんですよ。うん。金持ちだね。町で金持ちで。でもその慎太郎がバイト始めるっつって、その理由が、社会体験したいって。やめてんのかお前、本当にもう。お金いらない、社会体験したい。すげえ。KY デンジャラスの。デンジャラスナイト、はい、ということでデンジャラスナイトをお送りしてきましたけども、はい、もう時間ももう残りわずかとなってきましたので、はい、ここで先ほどの、はい、KY デンジャラスのアンケート調査の結果発表。よいしょー、はい、35分前にツイートしまして、663票入っております。はい、今週のお題がですね、はいはい、高校卒業した皆さんに聞きます、はい、童貞処女は卒業しましたかということで、はい、気になる結果、はい、はい、まあ、予想通りなんですけど、まあ、結構あれなんですね。してない 59%、 した 41%。 おお、でも意外と41%、意外と多くない？多い多い多い、だから俺 30% もいれば多いかなって思ってたんだけど、してないって逆に59って半分しかいないってこと？ねえねえねえ、半分とちょっと、まあ6割ぐらいかな。でも大体やるんじゃない？いやー、そうか、まあそっか、いやそういう年頃じゃない、意外と早いくない？いいなあ、もうまだ卒業しないっていう JK の皆さん、僕が卒業式手伝いますよ。うまいけどうまくない。中地からの卒業証書はいらないかな。あ、結構ね、まあ結構リアルな数字じゃない？もう票数的にもそうですけども、うん、はい、でもリアルに、まあ、卒業ね、うん、まあ、正直やっぱ20歳までには卒業した方がいいのかな、一応は。そうじゃないかな。女はいいんすよ、女は少女であればあるほど、うん、価値観が高くなる、うん、もう漫画倉庫で売った時の値段が違う、うん、高いですからね、うん、
けど漫画倉庫はでも中古売るやつだからさ。そっか、そもそもそっか、ややこしいよ、バコバコのビッチが売られるのか。そっか、ミスった。じゃあバコバコのビッチはもう漫画倉庫に入れます。バコバコのビッチってなんだ。そっか、じゃあそれ KY チャンネルでやろうよ。いや、なんで。そっかそっか、あ、じゃあ、そっか、まあだからね、男の童貞は ね, 貞はねもう引きずれば引きずろうでも気持ち悪いですからね、うんうんうん、ね。あ、だって合コンとか童貞ですって言った時点で、あ、もう、あー、そうだね、ちょっと、今一応デコボコトラビング両都が、あっちで落ち込んでるんですけど、両都は童貞です。童貞です。はい、俺が課金童貞ずっと進めてるんですよ、はいはい、風俗ね。そうですね、なんか童貞に限って初体験よ、こだわるんだよね、こだわる場合。ちょっと待って、しょうもない、赤ちゃん童貞風俗で卒業してるから。やばい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 、風俗童貞は。以上、KY テテラスのアンケート調査でした。ここでエンディング。どうやら、まあ、軽く爆弾発言入ったね、軽く。もう嫌だよ、ほんとにもう。違う、りょうと、ん、中地の初体験は、間違ってる、風俗じゃない。あ、違うか、デリヘル。ほんとに、そういうのやめよ、マジで、もう、もう誤解生まれちゃうから、マジで。はい、結局課金しても、俺は強ければいいんだって言ってた。最終的に強くなればいいんだ。なんだわ、そのセリフ、ほんとに、やめれ。課金童貞、課金童貞の中地。課金童貞代表です、ね、それやめれよ、はい、長らく、そうですね、やってきましたけども。新年ね、なんかあります？告知とか、告知とか、あ、ちょっと今日は持ってこれてないので、まあ、次回、ね、はいはい、出演するときは絶対いい報告などを持ってきたいと。あ、そうね、沖縄でライブとかもあるのかな。沖縄ライブはちょっとまだ決まってないんです。いつかはね、したいね。まあライブの情報とかはね、あのツイッターの心理、あ、心理のね、ツイッターからね、うん、はい、はい、見ていただいて、ライブとかね、ツイッター、インスタやってるんで、はい、よろしければぜひ応援してください。はい、ということで、デンジャラスナイト、一応両党の爆弾発言によって、中地の左足がずっと震えてる。そうです。今すっぱって触れたら分かったよ。今、尋常じゃない量の血汗が。なんで血汗も脇でいいだろ。ということで、以上、KY デンジャラス、デンジャラスナイトでした。ゲスト、寺心理でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、しんどいって、ラスト。ラストにそういう。公共の電波だ。なめろ。来てるよと、しんどろ。じゃあ、初体、どうなの、初体験はなんで、初体験はなんで、お前はあれがいいの、あの、そう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 、風俗じゃない方がいいの。ああ、こだわるっていうか、いや、所詮お前の童貞なんてね、そんなブランド力とかないから、価値観もないよ。でも、ラケットが童貞だったら可愛くない？あー、そっか、可愛いの。なるほどね。俺、リョートが結構プレイボーイだったらショックだね。確かに、リョートがバコバコだったら、バコバコしてた。なんだろうね、さっき。バコバコだ。バコバコのビッチとかなんだろうから。一応、リョートパイパンっすよ。なあ、ちょっとパイパンだよ。リョートパイパン。そうそうそう。本当に。今やっと入ってきた。俺入ってきて、きて、うん、もう俺ずっとあのなんていうの、あの入ってくるの嫌だったから。あ、入ってくる。そうそうそう。あの今やっと現実を受け止めてきた。それ。ちゃんと入ってくるんだなっていう。でも中地にはちょっと、うん、中地は。うん、ちょっと嫌だな、俺。何が言うの？もうちゃんと愛し合って、あのやってほしかったっていう部分があって。なるほどね。高校3年生の時までは、中地と同じ分類だったのに、いきなり卒業されてしまったから。そうだね。そう、こいつらが高校生の頃はね、ずっと童貞仲間って言って。イエーイってやってたのに、いきなり。正直、お前ら童貞仲間って2人で。なんか握手してたさ、うん、ちょ、あの頃もう卒業してた。おーすごい。あ、本当にすごい。同じ状、同じ状。ただ、一応中地が、なんか俺、リョウトと一緒に仲間にされてるけど、うん、リョウトかわいそうだから付き合おうやつって感じ。こいつ最悪だ。とことんキャラされてる。いやだな、なんか全然バコバコしてたから、ね、バコバコしてたんだ。童貞でもお互い頑張ろうなって言いながら、心の中では笑ってたんだ。うわ、最悪だこいつ。本当に申し訳ない。これはもう最低だ。でも結構ね、シリガシとかも結構ビッチ多いんじゃない？ビッチ多い。一個下とかビッチ多いんじゃない？中農とかも中農。中農はいないかな、そんなに。農業で必死だから。そっか。そうだな。農業で子作りじゃなくて。子作りじゃなくて。野菜作り。野菜作りで必死だから。そうだね。なるほどね。中部農林は校長先生があの牛に乗って投稿する。違う。大手が仕事してくれる。ハンドルついてるんだ。すごい、すごい、すごい。あの、クラクションの代わりやもん。やばい。絶対違う。
完全クラクションじゃないじゃん。遅いだろ、歩いた方が早いじゃん。いや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 、もうあと何分くらい、30秒くらい、30秒ですね。ちょっと真に本当に応援、皆さん応援してくださいね。はい、真に、よろしくお願いします。頑張って、東京の女紹介して。いやいやいや、東京やっぱ可愛いな。みたいな、あの東京の女の子はね、スタイルがいいんです。素晴らしい、素晴らしいです。みんな歩くからね。はいはいはい、足が細いんです。いや、いいっすね、いいっすね。あー、もう最高。でもね、みんなスカート短いんだけど、俺今日、今回帰ってきて、はいはい、卒業式行って、ごめん、あと10秒です。ありがとうございました。あー、気になる。じゃあ、続きはツイッターフォローして、こいつ動画投稿するはず。バイバーイ、ありがとうね。あ、終わらないパターンのやつだ。あ、だ、あ、じゃあ、あ、じゃあ最後、心理の話しちゃおう。じゃあ、心理の話。あ、終わった、終わった。終わった、終わった、終わったんかい。オッケーオッケー、ありがとうございました。ごめんなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。